こんにちは深田静香です今日は2020年12月26日土曜日時刻は午後8時29分です今日は2歳の大間さんたちのレース G1 レースのホップフルステイクスがありました競馬好きのあなた馬券買ったよというあなた予想は当たったでしょうか 私の馬券見事的中しました応援してくれたあなたありがとうございます当たりました先生三連単初挑戦当たりました私は病的真面目を治すという目的でカウンセリングでお金を払って競馬を教わっているんですで競馬がもう本当に楽しくて 今ではもう大大大好きになりました。それでこの秋からは度が過ぎる真面目病を治すという目的ともう一つ競馬ゲームに勝つつまり黒字を出すという二つの目的で先生から競馬を教わっています。本当はこのホープフルステークスと明日の最後のレース有馬記念を いつも目的を決めていて、黒字にするという、この秋黒字にするという目的に最初はしてたんですけれども、なんと私はこのホープルステークスの前にですね、度が過ぎる真面目病が出てしまい、泥沼にはまりました。それで先生とカウンセリングで相談して、目的を基本に戻そうということで、今回ホープフルステークスの目的を 過度な真面目病の改善にしましまたそれで今回は3連単に初挑戦しましまたなぜ3連単にしたかというのは、えっと、私この YouTube で先生とカウンセラーコラボ番組として競馬教室をしていますそこでお話ししてますそのコラボ番組の番組名がですね なんと毒親育ちとと夫の妻のの妻ための競馬教室でですとっても面白そうでしょこの競馬教室の目的は私は「毒親育ちで」でこれまで人生がね全然楽しくなかったので人生を楽しむっていう目的にしているのでとても楽しい番組になっています。ぜひ聞いてくださいね。 番線はここまでですそれでこの三連単というのは馬券の中でも一番ギャンブル性が高い、まあ、つまり不まじめ度が高い馬券なのでこの三連単に挑戦しましたあ今回ですね優勝したのが一番人気の馬番10番ダノンザキットくんです ダノンザキットくん安藤の川田優楽騎手そしてダノンザキットくんの関係者の皆様本当におめでとうございますレースとっても安心して見れましたダノンザキットくんは今回私の一番気になる馬でしたそれで2着に来たのがこれも私が2番に気になっていた王則レースくん 3,、ま、3着が これも3番に気になっていたヨーホーレイクくんでした皆様おめでとうございます本当にありがとうございましたいつも私は馬連か馬単という2頭馬を決めるっていうのを6通り考えてますで今回も3連単で6通りにしようかと思ったんですけど3連単初めてだった だということもあり。今回は十二通り考えました。考えた十二通りを。今から。ちょっと。切り替えますね。こちらが。私が買った。合計十二通り。この11。十一、十二の馬券が見事的中してました。五百円で。二万七千八百円の払い戻しでした。 戻ってきました今日当たった馬券は私が一番自信があった押し馬券でした。というのも昨日のスポーツニッポンで1番2番3番人気を選んだからです。とそれは去年おととしのホープフルステークスの1着2着3着が 1>, 1番人気2番人気3番人気で決着してたからです。でさっきですね JRA さんのホームページを見てホープフルステイクスの3連単の払い戻し金額を見ると円ついてましたこれを見てあここ1,000円買ってたら結構配当大きかったなーって欲深いことを考えちゃいました。 まあこれは来年以降の勉強になりました競馬ってみんなこういうふうに馬券の研修を考えたりかける金額考えたりしてるんだなっていうふうにちょっと分かりました明日は今年最後の G1 レース有馬記念という大きなレースがありますそれとともに私の2020年の競馬も 最後のレースです。有馬記念も今日と同じ過度な真面目病の改善ということで三連単に挑戦です。有馬記念はとっても大きなレースなので私の予想持ち時間一時間四十分で決めます。私は二千十七年の有馬記念が 馬券デビューでしたそれから春の宝塚記念秋の有馬記念とグランプリレースっていうのがあるんですけど今まで一回も馬券が当たったことがないんです今年は当たったらめっちゃ嬉しい今年は3連単なのでなかなかハードルが高いですもし馬券当たったら めちゃめちゃ嬉しいししかも高配当が期待されるからもう10倍100倍ぐらい嬉しいかな。ということで今日は全集中で馬券を考えます。競馬好きのあなたも競馬知らないっていうあなたも私の有馬記念ぜひ応援してくれたら嬉しいです。 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。明日の宝塚記念もお楽しみに。また来ますね。